私はです、ね、あの東京歯科大学の市川総合病院で,です、ねあのまあ、主に脊椎ということで,です、ね、そちらのほうをあのやらせていただいております。でこの XR をです、ねまあ、脊椎外科にどういうふうに応用していくかということであの非常にあの優れた。あの あのホローアイズ社のですねあの、まあ、市販のソフトを使ってですね、まあ、いろんなことをやらせていただいているので、まあ、どういうことをやってたかということをちょっと発表させていただきたいと思います。でまず、ですねまず問いの紹介からになるんですけども、東京歯科大学市川総合病院という病院にいるんですけども、非常に分かりにくいというか、ですね東京、非常にあの病院あの大学が多いので、 やっぱ東京医科歯科大学とかですね、東京医科大学とよくあの間違われるんですけども、えっと、東京歯科大学になります。で結構ですねあの、昔からある大学で創立が1890年ということなので、だいぶ古い大学になります。歯学としてはあの最古の,あの私立の歯学部があるということで、まあ、今後、ただあの、まあ、慶応大学と合併されるという話があるので、 あの我々の病院もですねあの、まあ、市川総合病院の方うは、まあ、ほとんどが実は慶応の先生が入っているという感じで、で慶応病院にはあの東京歯科大学からあの歯科工具外科が行っているって非常に、まあ、仲のいい大学ということになります。で場所はですねあのご覧のようにです、ね <laughs> まあ、東京から20キロ圏内の場所になります。なので、まあ、ベッドタウンという感じになってきます。まあ、東京に隣接した場所で まあ、有名なあの東京ディズニーランドがここにあるんですけども、まあ、非常にまあ近接した場所にあるということになります。で当院は、ですねこの JR の市川駅からだいたいバスで15分ぐらいの距離にある病院で、まあ、570床で、えー、まあ地域の拠点病院ということになります。で当院は、ですね整形外科にあの前の部長がですね非常にあの有名な先生でですね、 あの筋肉を温存した手術をするというパイオニアの先生なんですね。あの頚椎、まあ、首はですね非常にあの筋肉が大事な場所になりまして、あの首ってこう動かさなくちゃいけないので、ですねあの筋肉が非常に大事なんですね。なので、これを残して手術をすることによって、まあ、痛みが少なくなるとか、術後のま首の変形が少なくなるということが分かっています。なので、こういうふうにですね、これあの首を後ろから見た。 あの絵になるんですけども、このように、まあ、一般的にはですねこういう筋肉がここの、まあ、突起の部分にくっつくんですけど、これ全部切ってですねあの手術するっていうのが一般的なんですが、遠いんですと、この筋肉をつけたまんまこう骨を割ったりして、あとそれを基部で落として、まあ、ここの骨の後ろ側を出して、ここを削ったりすると、でまたこの骨を同じ場所に戻すことによって、まあ、筋肉の構築を崩さない手術ができると。 あるいいはこういう,ふうにですね筋肉と筋肉の間をこう分けてですね、まあ、骨を削ったりこうすることによって非常に浸出の少ない手術をやるのがあのうちのやり方になります。これまあ腰の方も同じようにやっているということになります。でまあ、本当にですねありがたいことにも沖縄から北海道まで日本中からですねこの筋温頭の手術は受けに来ていただくことができるので本当にありがたいことだなと思っております。 でうちはです、ね、あの顕微鏡を必ずあの背骨の手術で使用していて、まあ、ほぼ前例に使うんですけども、まあ、この顕微鏡の、まあ、利点ということでですねあの一般的にあの手術ってあの頭の上にこう光源があってそれがこう手術の術やを照らすんですけども、まあ、あの顕微鏡ですとこう顕微鏡のカメラの下にあの光源があるので、まあ、光がすごくか強く当たりやすいんですね。 なので、非常にあの狭い展開ですね、あんまり切らなくても、まあ、隅々まで明るく見えるので、まあ、展開ってあの切る量が減るので、まあ、天使印の手術に自然になってしまうという利点があります。また、当然大きく見えますので、あのまあ癒着っていって、周りの組織と神経がくっついたりすると、ですね、その発見に有利で、まあ、より安全手術ができたり、あるいはですね、あの出血が多いた顕微鏡の手術だと、切開量が少ないので、もう出血であの中が見えなくなっちゃうんですね。 なので、丁寧にどうしても自然に止血が丁寧になるので、まあ、小出血の転身、手術になることが多い。で実際、うちの病院の首の手術とほとんどがあの出血少量なので、本当に採血量も出ないとよくあの説明してやってます。であとはですね、まあ、あのこれも大事なんですけど、受、ま、診、あ、者と助手がですね、全く同じ視野で見られるんですね。あの一般的にあの顕微鏡を使ったりしないと、あの 術者がですね、非常に大事なところっていうのはこう、頭をこう近づけてみたりするんですよ、よく見えないので。で、その時に助手がよく見えなくなっちゃうんですね。で、こういうことがまあ顕微鏡を使うとあのないので、まあ、非常にあの丁寧なアシストも受けられますし、あとはあの助手にとっても、まあ、ティーチングツールですね、非常によく見えますので、あの覚えやすいということで、まあ、安全な手術をみんなでできるようになるというのがまあ利点だということになります。たただ最近ではですねあの、うちも顕微鏡じゃなくてですね、 あの外視鏡というものを使っています、えっと。これはもう顕微鏡のカメラがここにあるんですけども、でこれをまあモニターで見ると、で55インチの 3D4K モニターで見ることで、まあ、ここにあのあれです、ね、グラスをまあかけなくちゃいけないんですが、3D でこう画像が見れるので、であの非常にです、ね、立体的にきれいに、まあ、顕微鏡でやっているのとほ,ほとんど同じような手術ができるということで、まあ、立体感を得ながら 3D モニターで見ると。 でこれだと、ですねあの今まで顕微鏡だと、10社と助手しかこう共有できなかったんですね。それがもう誰でも、まあ、あの看護師さんも見られますし、部屋にいる人全部がですね全く同じ10社を共有できるので、まあ、非常にさらにあの優れているかと。あとはまあ遠隔手術も今始まったりしているので、まあ、今後モニター使った手術は多くなるかなと思うので、まあ、そういうのにもなれる必要があるかとか、あるいはですねあのこれ、まあ、画像を、ね、高精細で。 3D、4K であの残せますので、まあ、今後、恐ップディープラーニングとかで動画のです、ね、解析とかする事例がやってくると思うので、まあ、その時の良いです、ね、あの教科書になるのかなということに思っています。で、まあ当日のモットーで低侵襲と安全確実な手術というのを、まあ、モットーとしてやっています。で、こういうふうに低侵襲手術をやっているために、いろいろとです、ね、あの手術前に、まあ、こういうふうに細かく 手術をです、ね、あの設計したりしているということで、非常にです、ね、あのホロワイズがです、ね、あの役に立っているということをここからちょっと解説させていただきたいと思います。でまず最初がです、ね、実際の使用方法ということで、脊椎の受注マーキングというもので使用しています。で脊椎の受注マーキングというのは何かというとです、ね、あの背骨ってあの数がいっぱいあるんですね。でそのどこの場所をやるかって非常に大事なので、 あの手術前とか集中にです、ね、あのどこの行為をやっているかというのは、まあ、普通はです、ね、レントゲンとか、あとは CRM って投資装置とかを使って、その場所を確認したりしています。で、これに、えー、この h o l、e、o ズ s、yes、m d を使用することで、まあ、マーキングの精度が上がるかということをちょっと検証いたしました。でこれはまああの実際の,あの、まあ、術中にやっているマーキングという方法なんですが。 これはの首なんですね。首をこう横から見てます。で、こっちはまあ腰を横から見ているんですが、この後ろ側にこれ、まあ、十中に刺してるんですが、まあ、骨にこう針を刺して、まあ、レントゲンで取って、実際この骨が、これ、まあ、3番なんですけども、3番であるとか確認したり、あるいは腰、まあ、これは術前にやってるんですが、まあ、これだとまあ、4番なんですけども、この4番をやってるとか、あるいはここ2番の骨になるんですが、2番の骨をやってるかっていうのをこういうふうに確認する。で、これを、 ホ、まあ、ロワイズを使うことによって、この場所の確認がですねさらに安全に確認ができるようになるかというのを検証しました。でこれ、実際の,あの結果になってくるんですが、えっと、首の患者さんがですね、まあ、20人、えー、で腰が28人という感じなんですが、まあ、これはまあ今日ついてって、この間になるんですが、で実際、ですねあの、まあ、これあの触っただけでその極突起の場所のレベルが。 会ってなかった人ですね、不一致になっちゃった人は20分の1でした。まあ、それに対して腰だと28分の11で、まあ、腰の方がですね、実はあのあの触っただけでですね、あの場所をあの一致させるのは結構難しいと。でよということで、マニュアルだけでですね、レベルの不一致率ということが、首だと5%ぐらいで、共用釣りだと41%ぐらい不一致になってしまったんですね。それに対して、またフォロワイズを使って、こう、触ってですね、 もう一回確認すると、まあ、ご覧のようにですねあの首だったらまあゼロですね、だからまあ完全に全部一致したと。で、まあ、共用椎に関してはですね12例で間違ってたのが7例なので、まあ、半分ぐらいになったということで、まあ、完全ではないので、さすがにあのマーキングというものはしなくちゃいけないんですが、このようにまあ精度を上げることができましたということになります。このようにですねあのまあ手術前にあの本当にここが何番かなというのは分かると、ですね、まあ、しっかりとこう、 あの場所を決めることができるので、まああの、場所の誤認が防げると。で、背骨の手術はあの場所間違っちゃったら、何の意味もなくなってしまうのであの、これは非常に大事ということになります。で、次がですね、脊椎の受注プランニングということになります。あの手術前にどういうふうにあの骨を削っていこうかっていうのを、まあ、考えなくちゃいけないんですけれども、それのプランニングに非常にですね、あのフォロワーアイズの方はあは有効だと思います。 これはあのあのよくですねあのホロワイズ社の方からあの出てくると思うんですが、まあ、2D か 3D のパラダイムシフトということで、確かに見るから体感するということになりますので、だいぶですね次元が本当に一つ上がって、あのまあ、診断ができるっていうのが、すごくあのこのホロワイズのいいところかなと思ってます。でまあ、これはまあこの通りだと思うんですが、まあ、3D 画像、2D でフラットディスプレイで観察してもですね奥行きまでは分からないですね。 2D はどの中で 3D に変換して理解する必要がやっぱりあると。これに対して 3D 画像、ヘッドマンディスプレイ、3D で観察すればまあ直感的に理解が可能なので、まあ、360度、どの方向からも見えちゃうので、本当に見るから体感するという方がすごくいいことになるんですけど、ただこれをですね、2D のディスプレイでこう説明しても、 やっぱりなかなか伝わらなくて、ですね実際、本当に 3D がいいのかっていうのは、まあ、今後もちょっとまた検証していかなくちゃいけないんですが、実際、本当フォローあの、ヘッドマウンドディスプレイを見て、ですねみんなにこう見てもらわないとわからないのかなっていうのが最近よく感じています。で、実際、こういうふうにやってるってことなんですが、これ、62歳の男性で、あの頚椎甲状腺腔骨化症っていう、ですねあの難病指定が受けられる病気の患者さんのまあ画像になってきます。 であのこれがですねあの首をこう横から見た MRI になってくるんですが、ここ左が顔で右が背中側なんですが、この黒いのがまあ脊髄という神経になるんですが、これがですねあのここのまあ5番とかで,です、ね、こう潰されちゃっているのが分かりますかねで。ここの部分で脊髄がこう押されちゃっているわけなんです。でこれはの CT なんですけども、この人の場合はまあ5番と6番、まあ、ここもあるんですけども、ここの白い。 あの明るく白い部分がですね骨下層になります。で、これがあるためにま神経が押されてしまっているという状態になります。で、この方はですね、ちょっとま細かく言うと、5番、6番のですねこれ、左側になるんですが、左側の,あの神経コンテって、神経の枝がですねここでこう潰されちゃってるんですね、こっちもちょっと見えるんですけど、なので、ここでま痛みが出ているということになります。で、この患者さんに関してはあの、これ、手術後の MRI なんですが、 後ろから骨をこう削り取って、ですね、神経の通り道を広げて、かつ、ですね、ここの後ろ側の骨も削り取って、まあ、ここの神経の通り道を広げるという手術を行っています。でこれは 3D の,の MRI、CT フュージョンですね。あのこれであの、このデータをですね、まあ、STL にして、ホロワイズに送るのと、あとはです、ね、あの手術でここを削ろうというのを、あの私はのブレンダーを使って、 STLA データにして、その追求切除後ですね、骨を削った後のモデルも作って、あのー、あの見させていただいてます。で実際、これが、あのー、見てくださいらっしゃる、これはあのオキラスクエストのあれになるんですけども、えっと、先にしちゃいますね。でこれは、まあ、3D で、まああのーまあ、大きくして見てるんですが、ちょっと分かりにくいと思いますけど、ここの黄色いのが神経なんですが、 まここの部分が欠けてるので、まあ、そこがあの痛みの原因になってるということになります。で、まあ、これですね、ワイヤーフレームモードにすると、ワイヤーフレームモード非常に僕はあのいいなと思います。あの骨の表面の形を見ながら、中がこう神経とか覗けるので、あのどこ削ろうかなって見るときは、 かなり有効なモードで、ワイヤーフレームモードすごくいいと思いますね。で、これですね、あの普通はですねあの手術前って、この神経根、神経のこの枝ですね、この枝のどこに取ってるかちょっと分かりにくいんですね。まあ、経験があの結構積んできても、ですねちょっと外れる時もあるので、実前にあの神経のこう、まあ、これはあの手術後の骨のモデルなんですが、こういうふうに削って、まあ、ここも削ろうかということで、あとはこの辺のまあちょっとこれ、 2D のフラットディスプレイで分かりにくいんですが、実際、凸凹があるので、ここまで削ろうかっていうのは、まあ、実前のですね、に知ることができる。で、実際、こういうふうに手術ができるので、非常に有効だと思って使わせていただいてます。で、次はですね、あのこのヘルニアの患者さんなんですけども、でこれは54歳の男性で、まあ、ヘルニアっていうのはですね、この、これは腰を横から見ているんですが、まあ、これが5番の骨で、そこと下の、仙骨の骨の間のですね、 この、まあ、クッションですね、ここの椎間板が後ろにこう出てしまったとで。これによって神経が押されて痛みが出ていると。あとはですね、まあ、前々からこの方、こ、まあ、この4と5の間がちょっと脊柱管が狭くなってですね。なんでまあ歩行すると痛いっていうのももともとあったという患者さんです。でこの方に関しては、ご覧のようにですね後ろ側のこう骨をこう削り取らせていただいて、まあ、ここ、脊柱管がまたこう神経の取り道がです、ね、広げていると。でヘルニアもまあしっかりと。 なくなっていると,いうことで。で、まあ、取らせていただくと。で、このヘルニアの手術もですねあの、骨をどこを削ろうかとかですね、あとは神経とヘルニアの位置関係が分かると、どこの神経をよければいいかなっていうのが非常に分かりやすいので、それが実前にあの分かるとすごくいいなということになります。で、これはまたあのフュージョンですね、CTMR フュージョンで、まあ、これで、まあ、え作らせていただくと。で、これはまあ実際の患者さんの画像ですが。 これはあの術後のを作っているんですけれども、このまあ横幅がどれぐらいだといいかなとか、あと、ここにヘルニアが実はあるんですけど、ヘルニアをこう普通、こっちから入っていくんですけど、まあ、脇って言ってこの、この神経の枝の下から入るといイメージを決めるにも使ったりもしております。であとは、そこは最後になるんですけれども、脊椎の,です、ね、あの手術プランニングということは、あの脊髄腫瘍にも非常に有効です、これは。 あの脊髄腫瘍っていうのは、ですねあの神経の通り道自体にです、ね、あの腫瘍ができちゃう人がいらっしゃいます。でこの方、あの66歳の男性で、ですねあの首の、まあ、ここの、これも首を横から見ているんですけども、この黒いのは脊髄って、まあ、正常な神経の組織なんですね。で、ここにある、ちょっとなんかこう、主流みたいなのがありますね。これがあの脊髄腫瘍になります。まあ、これ実際、神経消臭といって、神経のまあ枝からこう発生した腫瘍になります。まあ、結構大きくてですね あのこう輪切りにしてみると、ですねあの本来ここが神経の通り道なんですね。でここのほとんど、これが白い部分、これ全部腫瘍なので、ほとんど腫瘍が占めてしまったと。でまあ、3番って、ここの1つ下で見てもまあ半分以上が腫瘍が占めているという感じです。で正面から見た輪切りで見ても、ですね非常にこう大きい腫瘍がですねここのまあ C の2番、3番のところにあるというのがわかるかと思いますで。これをじゃあどういうふうに取っていきましょうかと。 いうことであの一般的にはですねあの、まあ、骨を削ったりして完全に取っちゃってですね手術される方がやっぱ多いかと思うんですが、うちのみちょっと特殊な方法でやっているので、でそれができるのかなというのをあの考えるわけなんですが、で実際、ですねこれは C2C さんのアップアートといって、ですねあの骨と筋肉を全く、まあ、傷つけないというか、元通りに戻して腫を取るという方法でやりました。でここここれれはですねにに、まあ、ここにあるようにこれはあの輪切りに あの画像なんですが、まあ、この黒いのが腫瘍だとすると、最初にですねあの筋肉を全く切らないで、ここの極突起ときっていうのを割っちゃうんですね。あとはあの筋肉と筋肉、隙間から、ここにあの骨孔っていった骨の水を作って、一回パカっとこう開けるんですね。で、それで腫瘍を取らせていただいて、その後このパカッと戻すとです、ね、あの腫瘍を取って、かつです、ね、筋肉も骨もです、ね、全く元通りにして、 するることができる、まあ、実際、この患者さん、その方法でやらせていただいて、最初はですねこの画像を見たときに、この方法でちょっとできんのかなって、ちょっと僕も疑問に思ったんですけども、それの背中をやっぱ押していただいたのが、やっぱ、ホロワイズということになります。で、これがあの実際の画像ですねこ、うこういうふうにまあ透過性を変えたりですね、横から見たりとか、本当に360度、いろんな場所から見れますので、 しかもあの実物大で見えるので、僕らってやっぱりあの実物大で見えると、こここうやっていこうかなって、すごくイメージが湧いてくるんですね。で、それを非常にこう助けてくれるというのがあのいいなと思います。あとは、さらに細かい、ここどこを水掘ろうかなとか、そういうのを考えるときは、ちょっと拡大するとすごくいいので、ここに拡大してですね、まあ、この方はまああのアップアート、ちょっと特殊な方法でですね、手術を行うことができるっていうことがですね、この 3D で見ては分かったということですごく、これは本当にありがたかったなと思っています。で、まあ、ついに骨折上モデル、まあ、私がこういうふうにやってるってだけなんですけど、まあ、ブレンダーをちょっと私は使わせていただいていて、まあこまあ、立体の立方体、台ですね、を作ってですね、これはあのどこを切ろうかなって、ここミリ単位で,こうです、ね、こう横幅とか縦幅あの、ミリ単位で決めて決められるので、あとはこれもこう動かしてですね、 まあここを取ろうかなっていうところにあの重ねて、えー、3D モデルを作ってと。でまああとは、まあ、このモデルを。まあそうですねこういうふうに今骨を取ったところです。でこれはまあ脊髄瘍の患者さんですね。でここの脊髄臭を、まあ、これ、まあ、ちょっと広いんですけどねもうちょっと狭くても多分取れると思うんですがこういう形にしてあのブレンダーを使って 3D モデルを作らせていただいてます。 整、まあ、形の領域の、えっと、AR、MR の報告ですごくあの今、多数あるんですけども、まああのまあ、我々がよく使うペディクルスクリューってです、ね、あの背骨にスクリューを使ったりするときのナビゲーションで使用するっていうのがやっぱり最多の報告が上がっています。あるいはまた、まあ、背骨関係とかですね、あとは外傷とか人工関節とかいろんなのにまあ使用されるということで、まあ、非常にあの今後の発展が期待される技術かなと思いますで。今後の展開ということでですね、 あのやはりですね、あのまずはあのそのメタバースというか、この 3D で見るということは、もうちょっと世の中に普及しないといけないかなと思うんで、ぜひですね、あの多分まずゲームからいくと思うんですよね、メタバースって。なので、ま i n t とかに頑張っていただいて、もうキラーコンテンツで、ですねみんなが本当にこうあの、v まあ、VR 機器をです、ね、みんな持っているような世界になるといいのかなと思ってます。で、そうすると、まあ、患者さんも当然ですね、 あのヘッドマンディスプレイを持っているので、XR を使うことが一般化して、まあ、医療メタバースが普及するのかなと。でその時にはやっぱ患者さんが直感的に理解できる 3D でのですね、画像評価が当然のようになる可能性が高いので、ホ、まあ、アイズのようなやっぱのものがすごくいいかなと思います。ということで、ホ、ま、ラ、あ、イズは今後の探偵がとても期待できる技術と考えています。で あとはですね、思ったのは、やっぱり 3D で結局これ見てもらわないと、あんまり納得できない人がいっぱい多いと思うので、もし可能であれば、まあ、せっかくのメタバース研究会なので、まあみんなヘッドバンドディスイ使ってですね、3D で見られるような研究会に今後なるといいなっていうふうに私は思っております。ご清聴ありがとうございました。